はい、皆さんこんにちは。ダイヤモンド今院長です。はい、おかわりオペを受けてですね、3日経過しましたので、このフェイスバンドをですね、取りたいと思います。はい、でそもそもね、フェイスバンドをしてた理由なんですけども、この辺りのですね、脂肪吸引をしてたので、脂肪吸引の後っていうのはどうしても圧迫固定をしておかないとですね、予後が良くないので、僕も以前ですね、太ももの脂肪吸引をしたことがあるんですね。まあその時はですね、まあ太ももを細くするという目的よりも、太ももから取った脂肪をですね、まあ、額、こめかみですね、あと、このあたりですね、ゴルゴのあたりにですね、入れるということをしたんですけども、今回は、この部分の脂肪吸引だったので、顔にですね、3日間、フェイスバンドをしておりました。はい。いやー、フェイスバンドずっとつけっぱなしだったんですけども、髪の毛とかちょっと洗えなかったりとか、顔もね、この出てる部分だけ、洗ったりとか、まあ、食事とかもね、ちょっと、こう、白い包帯なので、汚れないように気を使ったりとか、少し大変でしたね。はい。で、ここのね、顎の部分にちょっと穴が開いてるのは、これなんで開いてるかというとですね、ヒアルロン酸を顎に今回、注入して、顔に立体感を出したんですけども、ヒアルロン酸ってこう、圧迫してしまうと、こう、ね、流れてしまうので、それをですね、避けるために、田中英子先生がですね、こういう形で、切ってくれましたね。はい。ではですね、早速フェイスバンドの方を取ってみたいと思います。形としてはですね、フェイスバンドはこういうような形で、後ろ側も十字になっていて、でここでテーピングで止まっていますね。なのでここのテーピングからまず外してみたいと思います。いや、結局ですね、1回も外さずにですね、今日も買いました。ちょっとずれてね、ここの部分やり直したところだったんですけど、ガツッと取るのは本当に今日が初めてですね。で、この部分はね、赤く少し血で滲んでるんですけど、これはですね、当初からで、おそらく、ここにですね、FGF、成長因子を入れたんで、その時の内出血じゃないのかなと思います。あ、その時の出血じゃないかなと思います。ちょっと取ってみますね。よいしょ。お、これを、ここでもあるか。後ろでもテーピングがありましたね。こんな感じですね。よいしょ。ちゃんと。まだ腫れてますね。はい。なんとなくね、こうフェイスバンド取る前から、こう、チラチラ見てたんですけども、結構腫れてるかなと思ったんですけども、まだこのような形で、腫れが、結構出てますね。そしてここの部分は内出血が、これはですね、治療した直後ぐらいからね、ずっとあるんですけども、まあ、だんだんこう内出血が降りてきて、自然にこうなくなっていくと思うんだと思うんですけども、これがですね、お顔のですね、脂肪吸引をして、糸のリフトをした、3日後のフェイスバンドを取った直後の顔でございます。この感じですね。いや、小顔になるためのプロジェクトなんですけども、顔が大きいでございます。はい。はい。じゃあまたですね、術後の結果などね、しっかりと報告していきたいと思いますので、よろしくお願いします。